はい、それでは東京電力パワーグリッド株式会社が NHK の収納業務を行っていることからこれから連絡をしていきたいと思います。一応東京電力ホールディングスの株主ということで電話させてもらいます。東京電力グループ電話交換室でございます。もしもし、株主の東川と申しますが、パワーグリッドの事業で NHK 収納業務やってる関係でちょっと確認したいことがあり、はい、電話させてもらいました。はい、株主です。株主の方でいらっしゃいますか？はい、はい、もう一度お名前お伺いしてもよろしいでしょうか？東川と申します。東川様でいらっしゃいますね。いつもお世話になっております。はい、はい、ご用件お伺いしてもよろしいでしょうか？はい、パワーグリッド社の事業で NHK、はい、収納、はい、NHK 収納業務を行ってますが、NHK 収納業務、はい、いわゆる受信料の関係の業務やってますが、その件で確認したいことがあり、はい、電話させてもらいました。かしこまりました。では少々お待ちくださいませ。はい、恐れ入りますが、はい、NHK の受信料というのはパワーグリッドの方で事業でやってます。パワーグリッドが収納業務を行っているということです。パワーグリッドが収納業務を行っているということでございますね。はい、かしこまりました。少々お待ちくださいませ。お待たせいたしました。どうぞ。はい、もしもし、おはようございます。株主の東川と申します。お世話になっております。はい、今対応しているのは、はい、ホールディングスでしょうか、パワーグリッドでしょうか？あ、私ホールディングス株式グループの長野と申します。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日電話させてもらいましたのはパワーグリッド社の事業で栃木群馬の方で NHK 収納業務を行っているんですが、N 国党の浜田聡参議院議員の方も問題視しているんですが、マスクつけないで、まあ、そういった収納業務を行っている人が結構多数いるっていうことで、まあ、同業っていうかね、ここの同じような業務やっている株式会社 N リンクスの方はホームページ上でマスクつけて営業訪問活動をやってるということをネットで公表はしているんですが、まあ、パワーグリッド社においてはこのマスクきちんと着用したりとかね、まあ、場合によってはこれ不要不急の外出を控えるようにということなようなんで、まあ、まあ群馬とか栃木の方もね、場合によってはそういったこともありえるので、ちょっとそこら辺の部分はね、少なくても N リンクスのようにネットで公表したりだとか、で浜田議員は医者ですから、まあ、そういった不要不急の外出を控えるようにということで、総務省とかそこら辺にもいろいろと働きかけとかって行ってくると思うんですよ。そういったところで、まあ、危機管理の観点で今日電話させてもらったんですけれども、はい、まあ回答難しいのかもしれませんけれども、やはりちょっとこういったことがちょっとリスクとしてありますので、まあ、はい、で一応総務省の方にもこの間ちょっと電話したんですけれども、まあ、NHK の方には指導を行っていくということをはするようにということで僕の方では話したんですけれども、おそらく近いうちに NHK からそういう収納業者に対してそういった話が降りてくるだろうと予測されるので、ちょっと電話させてもらったんですけども、はい、はい、パワーグリッド社に対してはそういった情報をこういった電話来てるよっていうことは、電話内容は伝えていただけるんでしょうか？はい、ご説明させていただきますと、はい、新型インフルエンザとかがこう流行ったりとかっていう可能性がこれまでもあったものでして、はい、まあ、そういった、何かこうリスクがあった時に取られる体制の一つである、まあ、第一対策体制というものが今すでに取られておりまして、はい、で基本的にもですね、私もそうなんですが、はい、まあ、例えば通勤中ですとか、あと就業時はマスクの着用を、はい、社員にがしていたりですとか、はい、あとはもう出社前に検温をして、まあ、熱が高い場合はもう出社を控えるですとか、はい、あとまあ時差通勤の追跡をしていたりですとかですね、はい、なのでまあ社内的にはそういった形でですね、まあ、コロナウイルスの感染が拡大しないように、まあ、かからないようにですね、はい、対策はすでにしているような状況ではございまして、もちろんそういった、株主様からパワーグリッドの社員がですねマスクつけていないというのは確かにリスクだと思います。今社員マスクしてると思いますよね。はい、とは思います。はい、そこはいいんですけど、はい、
他社の方がそういったところでしていないということもあるということだったんで、一応懸念があったということですね。一応、あ、どうぞ、はい、すいません、はい。ないうん、今あのみんなあのマスクをつけるように全員つけてるんですね、一応、はい、そうですね、なってはいるんですけれども、はい、そういったご意見が、まあ、実際確認されてるということはあの社内の方で共有したいというふうに思いますので、はい、一応ちっちゃい会社の方がそういったことをやってたりとかするんですよ、はい、Nリンクスみたく上場してるところはやってるんでしょうけれども、NTT の子会社とか、はい、まあ、実際これと同じことやって、あの NHK の収納業務やってたりとかするんですけれども、はい、で上場してないような子会社、あ、中小企業みたいなところが回って歩いていて撒き散らしてるってことがあるので、そこはね、やっぱり NHK の方にはきちんと報告した方がパワーグリッドとしてやった方がよろしいと僕は思いますよ。マスクして感染症予防の方にはきちんと発電所とかそういった現業職と同様にやってるってことは言っていかないとと思いますし、ホームページの方でもね、なるべく、うん、例えば、うんと一応メーターの検診して歩いてる人とかもいると思うんですけども、そういったことも含めてやっぱりちょっと情報をしないと、はい、情報発信していかないと不安がある人って相当数いると思いますんでね、はい、それがクレームの原因になるっていうことは、企業価値低下とか場合によってはそれでクレームが発生することによって二次クレーム三次クレームみたいなことになるっていうことは働き方改革の観点からも良くないので、やっぱり情報の発信というものはきちんとやった方がいいし、事業の継続性ですか、発電所ですとか変電所の運転っていうものは絶対止めちゃいけないもんですから、はい、はい、あと通信だ、電気のインフラですよね、こういったところで特に電気っていうのは止めちゃいけないもんですから、ちょっと事業の継続性というところできちんとやってもらいたいというところで、はい、電話させてもらっております。はい、ありがとうございます、はい、特に今回電話させてもらったのは N 国党の浜田聡参議院議員が医者ということで、この不要不急の、まあ、NHK の訪問をやめるべきだというところで、総務省の方にもだいぶ厚生労働省とかね働きかけてますんで、ちょっと NHK の方にはちょっと早急にね自社の体制は報告された方がよろしいんじゃないのかっていう思います。いや、危機管理の観点っていうところもあるんで、はい、はい、それでかなりね NHK の訪問して歩いてるその業務の方はかなり風当たり強いっていうふうに聞いておりますんで、はい、やはり不要不急なところはやめるべきだっていうところはすごくネット上の方でも書かれておりますし、浜田聡参議院議員の方にもその旨投稿がすごい数になっておりますんで、はい、まあツイッターとかで書かれてますんで、一応そういったところはご認識された方がよろしいと思います。はい、承知しました。はい、ということでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、どうも失礼いたします。